ピュラーの彫刻像ジャンピエール・アントワーヌ・タサエール・ピュラーはギリシア神話に登場する女性である。エピメーテウスとパンドーラーの娘でデウカリオーンの妻である。彼女はデウカリオーンと共に聖堂の時代を終焉させた大洪水を生き延びた人間として知られる。ピュラーとはギリシア語で赤い髪の女の意味である。パンドーラーの娘のピュラーの外にアキレウスが少年時代、 女装して、少女たちの間にいた頃の偽名がピュラーである。聖度時代の人間が凶慢であったため、ゼウスはこれらの人々を滅ぼすことを考え、大洪水を起こすことを決めた。ティーターンの一族でもあったプロメーテウスはこれを知り、老いのデウカリオーンに忠告を与えた。こうしてデウカリオーンが箱船を建造し、必要な物品を積み込んで、妻ペラーと共に乗り込んだ。やがて雨が、 車輪のように天より地上に降り、また、ゼウスの依頼に応じてポセイドオンは泉を溢れさせたため、河川は氾濫し、田畑も家屋も城壁も車も何もかもが、水の底に沈んだ。人も家畜も溺れ死に、あるいは餓死した。しかし、デウカリオーオンとピュラーの乗った箱舟は、水の上に浮かび、9日九夜の間水の上を、漂った後、 コーキス州とボイオティア州の境界近く、パルナッソスさんの二つの峰の場所で止まった。石を背後に投げるデウカリオンとピュラーゼウスは、天よりこの様子を眺めていたが、正しい男女一組だけが残ったことを確認した後、雨雲を払い、青空を示した。他方、アポロドーロスは、二人以外にも鉱山に登り難を避けた者が少数いたと述べている。天候が回復し、 地上を追っていた水が引いたことを知った二人は、箱船より降り、ゼウスに感謝して、捧げ物をした。また、パルナッソスの難読に、託船書を持っていた女神テミスにも感謝して祈った。二人は、世界中に、自分たち二人しか人間がいなくなったことを悲しみ、テミスにこの悲しみを訴えた。女神は答え、何時らの、大いなる母の骨を、歩みつつ背後に投げよと答えた。 二人はこの託戦に驚きをしたが、デウカリオーンは女神が悪しきことを述べることはないはずで、大いなる母の骨とは大地を作る岩のことに違いないとピュラーに語った。こうして二人は歩みつつ地上に落ちていた石を拾って背後に投げていった。デウカリオーンの投げた石からは男が生まれ、ピュラーの投げた石からは女が生まれた。こうして再び地上には 人類の族が満たされることになった。他方、アポロドーロスは、テミス女神の信託には言及せず、ゼウスが派遣したヘルメースが望みを述べれば叶えようと言ったので、二人は人類の再生を望んだと述べている。この願いを聞いて、ゼウスは石を背後に投げることを二人に教え、こうして新しい人類の族が生まれた。この故事により、石が転移して、 人々となったのだとアポロドーロスは記している。ピュラーはデュカリオオンとの間に最初にヘレーンを生んだ。次にクラナオス王を継いでアッティカ王となったアムピクトゥオーンを生んだ。第三に娘のプロートゲネエアを生んだ。ヘレーンはニュンペイのオルセイスとの間にドーロス、クスートス、アイオロスを設けた。またヘレーンは古代ギリシア人の先祖ともみなされた。 ヘレーンにちなんで古代ギリシア人は自分たちをヘレーネスと呼び、またその国土をヘラースと呼んだ。ピュラーの子孫はアカイア人、アイオリス人、イオニア人、ドーリス人となって繁栄した。リュコメデースの娘たちとデウカリオーンの妻のピュラーとは別に若き頃のアキレウスがトロイア戦争に加わるのを防ぐため母テティスの意志で スキューロス等のリコメーデースの王宮に預けられ、女装して少女たちの間に身を潜めていたとき、彼はピュラーという偽名を使っていた。アキレウスはリコメーデースの王宮で王女デイダメアと親しい仲となり、二人の間にネオプトレモスが生まれる。ネオプトレモスは父がピュラーであったので、ピロスつまり赤い頭の男の名を持った。彼の髪が実際に赤髪であったため、 または、顔が好調することが多かったためと申されるが、父がピュラーと呼ばれていたのが理由としてわかりやすい。なお、ネオプトレモスが、どのようにして生まれたかについては、遺伝があり、ミューシア遠征の木と、アキレウスはこの島に立ち寄り、リコメーデンスの元に滞在して、王女と知り合い、こうして、ネオプトレモスが生まれたと申される。ゴモイチは、こちらの説が、より古く、 蘇生正しいものだろうと述べている。ありがとうございます。